どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、アンドロメダ銀河との衝突に関する新事実というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。フィンランドのヘルシンキ大学などの研究チームは、天の川銀河とアンドロメダ銀河の衝突に関する様々な最新の推定値を反映した最も正確なシミュレーションを行い、その成果を2024年7月の末に公表しました。これまで数十億年以内に起こることが確実視されていたアンドロメダ銀河との衝突ですが、最新のシミュレーションではかなりの確率で衝突が起こらないことが判明しました。アンドロメダ銀河との衝突。100年以上前からアンドロメダ銀河の光の正方変異により、この銀河が天の川銀河に対し 100km の視線速度で接近してきていることが分かっていました。その後、1990年代にハッブル宇宙望遠鏡が登場したことで、アンドロメダ銀河の接線速度が視線速度に対し小さいことが判明しました。このことから、アンドロメダ銀河はほとんど直線的に天の川銀河へと接近し、将来的には衝突するという、現在も教科書に載っているような一般的な認識へと至りました。これまでに行われてきたいくつかの分析では、いずれも天の川銀河とアンドロメダ銀河の数十億年以内の衝突を確実視するような結果が得られています。具体的に起こること。まず、天の川銀河もアンドロメダ銀河も、高密度に恒星が集まった円盤構造を持つ銀河ですが、約50億年以内にこれらの円盤同士が衝突を開始します。恒星が比較的高密度で分布しているとは言っても、実際は非常に低密度であり、銀河衝突が起こってもほとんどの恒星は何の影響も受けません。しかし銀河全体の構造は大きく変化し、最終的にはイルコメダ銀河という一つの巨大銀河を形成します。イルコメダ銀河は楕円銀河という分類の銀河に進化すると予想されています。また、天の川銀河もアンドロメダ銀河も、銀河中心部に巨大なブラックホールが存在していますが、現在はそれらのブラックホールはあまり物質を飲み込んでいないおとなしい状態にあります。しかし、銀河衝突が起こると、銀河中心のブラックホールに大量のガスが流れ込み、強烈なエネルギーを放つ巨大な硬着円盤などの構造を形成します。このように銀河中心部のブラックホールが活発し、強烈なエネルギーを放つ銀河の中心部を発動銀河核と呼びます。銀河衝突後に形成されるミルコメダ銀河は、活動銀河核を持つ銀河に分類されるかもしれません。従来の予測の不確実性。しかし、このような衝突が起こるという結論を導いた従来の予測には、いくつかの不確実性が存在しています。まず、当初の予測では、アンドロメダ銀河の天の川銀河に対する接線速度が、視線速度よりも小さいか、無視できる程度しかないということが分かっていましたが、具体的な数値は不明でした。また、大抵の銀河の質量の大部分を観測困難なダークマターが占めているため、正確な質量の推定値を得るのは難しいという背景がありました。さらに、天の川銀河とアンドロメダ銀河の今後の軌道は、ローカルグループ内のこれら以外の銀河の重力的な影響を大きく受けることが分かっています。しかし、天の川銀河とアンドロメダ銀河が将来的に衝突すると結論付けた当初の論文では、これら2つ以外の天体の影響は考慮されていません。また、その後、ローカルグループで3番目に大きい三角座銀河、天の川銀河の衛星銀河であり、ローカルグループで4番目に大きい大マゼラン雲の影響を考慮した3体シミュレーションは行われましたが、これら4天体を同時に考慮したシミュレーションはこれまで実現していませんでした。
衝突に関する最新の分析。そんな中、フィンランドのヘルシンキ大学などの研究チームは、天の川銀河とアンドロメダ銀河の衝突に関する様々な最新の推定値を反映した最も正確なシミュレーションを行いました。なお、この4つのグラフの横軸は時間、縦軸は天の川銀河とアンドロメダ銀河間の距離を示し、0となると衝突したことを示しています。まず、天の川銀河と M31、アンドロメダ銀河だけを含むシミュレーションを行ったところ、合体する確率は 44% しかありませんでした。また、三角座銀河 M33 を含めた3体のシミュレーションを行ったところ、合体する確率は 63% に上昇しました。そして、三角座銀河に加え、天の川銀河の衛星銀河であるダイマゼラン雲を含めると、その確率は 54% に減少しました。従来の予想に反し、数十億年以内にアンドロメダ銀河との衝突が起こらない確率が、実に 50% 程度もあったのです。そして、もし銀河同士の衝突が起こったとしても、それは約80億年後のことであり、従来の推定よりもさらに遠い未来の出来事となる可能性が示されました。もちろん、今回得られた分析結果が最終的な結論ではありません。ローカルグループ内の銀河に対する観測データがこれまで以上に集まることで、より詳細な分析が行えるようになります。ローカルグループの未来。ローカルグループには100個程度の銀河が発見されており、観測が難しい未発見の銀河も多数眠っていると考えられていますが、これらの銀河は重力的に拘束し合っています。よって天の川銀河とアンドロメダ銀河が仮に今回の接近時における衝突を免れたとしても、数百億年後の未来にはこれらの銀河を含むローカルグループ内すべての銀河が最終的には衝突し合体し、一つのミルコメダ銀河を形成します。一方、現在の宇宙の加速度的な膨張が今後も続けば、ローカルグループよりも外にある銀河はすべて私たちが地球から観測可能な宇宙の外へと追いやられてしまいます。そうなった未来の宇宙では、ローカルグループ内からはミルコメダ銀河しか存在しないように映るでしょう。非常に遠方の宇宙にある無数の美しい銀河の姿を楽しめるのは今この瞬間だけなのです。また別の研究の最新シミュレーションにより、一部の恒星はすでにアンドロメダ銀河から天の川銀河に到来している可能性が示されました。引き続きそんな話題を解説していきたいと思います。超高速土星について。地球から2万9000光年ほど彼方の天の川銀河内に 1755km/s というとてつもない速度で星々の間を駆け抜ける S5HVS1 という恒星が発見されています。あまりに速いため、天の川銀河の重力を振り切って銀河界へと飛び出していくそうです。このように1000km/s を超えるほどに移動速度が速く、天の川銀河の重力に拘束されていない恒星は超高速土星と呼ばれ、他にもいくつか発見されていますが、S5HVS1 は中でもずば抜けた速度を誇っています。2つの恒星からなる連星の一方がブラックホールに飲み込まれてしまうと、もう一方が重力で超高速で投げ飛ばされる可能性があります。こうして投げ飛ばされた恒星が超高速土星の正体であると考えられています。S5HVS1 を含む多くの超高速土星が天の川銀河中心にある太陽の430万倍重い超大質量ブラックホール、射手座 A スターによって投げ飛ばされたようです。アンドロメダ銀河の星がすでに到来中。先述の通り、天の川銀河内の超高速土星の起源は
天の川銀河中心部であることが多いですが、中には銀河中心部から離れる方向に移動する超高速度星も存在しており、これらの起源は銀河外にあると考えられます。2024年3月に発表された論文では、天の川銀河から遥か250万光年も彼方にあるアンドロメダ銀河中心部を起源とする超高速度星が天の川銀河に存在するのかどうかが検証されていました。研究チームはまず、天の川銀河とアンドロメダ銀河それぞれの相対速度や全体の正確な重力分布などを反映させたコンピュータシミュレーションを用意しました。なお、2つの銀河の質量が等しい場合と、天の川銀河の方がアンドロメダの半分の重さである場合の2通りの設定のシミュレーションが用意されました。シミュレーションを用いた具体的な分析方法としては、まず、アンドロメダ銀河中心部に超高速度星を1800万個生成し、そのうち天の川銀河へとやってくるものがどれくらいあるのかを調べます。その際、超高速度星の初期位置は、アンドロメダ銀河中心部付近のランダムな位置であり、進んでいく方向もランダムです。分析の結果、いずれのシナリオのシミュレーションにおいても、アンドロメダ銀河中心部付近から弾き飛ばされた超高速度星のうち、約 0.01% が、現在の天の川銀河の中心から半径約15万光年以内に存在していることが判明しました。また、いずれのシミュレーションにおいても、多くの超高速度星がその初期速度を保っていることが分かりましたが、中には天の川銀河に捉えられるほど速度を落とすものもあったそうです。そして、シミュレーションで得られた超高速度星の分布データと、ガイア望遠鏡による実際な観測で得られた超高速度星のデータと比較すると、それらが一致することが判明しました。よってこの研究から、アンドロメダ銀河中心部から弾き飛ばされた超高速度星が、現在の天の川銀河内に存在している可能性が高いことが分かりました。具体的には、現在の天の川銀河内に10個以上のアンドロメダ銀河由来の超高速度星が存在する可能性が高いとのことです。そして反対に、天の川銀河からアンドロメダ銀河へと移動している星も存在すると考えられるため、衝突が起こる何十億年も前にもかかわらず、遥か250万光年の距離を経て、星々の交換が行われているというのは驚きです。今後さらに多くの星々の詳細な速度などの性質を調べることで、アンドロメダ銀河由来の超高速度星が実際に発見されるかもしれません。おまけ、高速自転する恒星。今回は非常に高速で移動する超高速度星についてお話ししましたが、宇宙には異次元に速い速度で自転をする恒星も見つかっています。例えば、太陽の赤道上の自転速度は 2km 毎秒ですが、一等星の一つであるアケルナルという星は 250km 毎秒にもなります。このアケルナルはあまりに自転速度が速すぎて、遠心力が強すぎるために、赤道上が盛り上がった形をしていることが明らかになっています。表面温度は極の方向は2万度程度あるのに対し、赤道付近は1万度程度とかなり場所ごとの差が大きいようです。また、観測史上最速の自転をする恒星は、大マゼラン雲のタランチュラ星雲内にある VFTS-102 という恒星です。その自転速度は 610km 毎秒になるとも考えられています。そこまで行くと、遠心力で単に赤道上が盛り上がるだけでは収まらず、星の中心部から離れすぎて重力的な拘束が弱まり、表面のガスが離れていって赤道上に円盤状の構造が形成されているそうです。今後さらに
観測技術が向上するにつれ、これらの記録をさらに上回る特殊な天体も数多く見つかっていくことでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙分野の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。